一斉のせじゃーん。おー、なんかちょっとこれなんだ、チャラ男好きなの。こんにちは、レポーターの葵です。原宿の皆さんに絵を描いてもらおうと思います。では行ってみましょう。お題は理想の男性を描いてください。どうですか、輪郭は。輪郭丸ですね。丸の方がさ、細い方がいいかも。おお、丸くなっちゃった。髪の毛はちょっとパツン、パツンでみたいな流してる感じ。前髪がある方が、はい、こういう感じのかかってる感じ。前髪が斜めに流してる感じで、マッシュルームっぽい方が好き。そうなんですよ、斜めで黒髪の人がいいです。黒髪、サッカー選手みたいな感じ。あー、好きです。鼻は高い人がいい。なんかちょっと、これなんだ、まあ、ニコリ笑顔は大事ですか。そのニコリ笑顔大事です。目パッチリの人がいいです。パッチリ、でもパッチリにかけない。二重がいいです。目は、あ、やばい、目はこれはやばい。目はお父さんみたいになっちゃいました。ちょっとなんかこう鎖骨をね。鎖骨大事。なんでそんな上手描けるの。チャラ男好きなの。チャラ男好きなの。ね、なんかさ、こういう感じあ、いいじゃないですか。すごい、髪の毛を全部描いてくる。いっせーのーせ、じゃーん、じゃーん、じゃーん。おではちょっと理想の男性のこの説明をしていただいてもいいですか。髪の毛は短髪でちょっとツンツンしてる方が好きで、目はパッチリよりは細い方が好きで、あとは鼻高い人がいいなと思いました。ちょっと髪はマッシュ目が好きで、本当は奥二重が好きなんですけど、かけずに丸。鼻が高くていつも口角が上がってる人がいいです。顔はやっぱり目パッチリしてればいいなって、顔整ってればいいんだけど、なんか面白い顔がいい。だからイケメンすぎたらみんなからチヤホヤされてうざいから嫌だから、なんかちょっと飽きない、なんか面白い感じの人が好き。あ、じゃあそんなに整ってなくても面白かったら、そう、OK、 OK。 じゃ、この目はもうなんか澄んだ目。すんだめ。でもタレコ唇はダメ。それだけは許せない。許せない。と前髪はこう流した感じで、はい、ちょっともさってする。目がクリクリで、まあこれはどうでもいいです。あ、どうでもいいんです、はい、髪の毛だけクリクリ。そう、髪の毛だ。そうです、キノコヘアが一番です。鼻が高い方がいいです。なんか自分が鼻がコンプレックスがあるので、鼻筋が取ってる人がいいかなと思います。あとは笑ってくれてれば大丈夫です。黒髪で短髪で可愛い系の人が好きです。じゃあ、お前の理想の人だよ、実際。いい、そういうのいいから本当に、はい、あのこの人になんか言われたい理想の言葉みたいなのありますか。なんかありったけのその辺にある、この世で一番好きとか一番嫌なの、すごい嫌なの。お前今までそれ何人に言ってきたっていう思いがあるから、それはすっごい嫌だから、はいはい、なんだろう、眠たいから寝ようとかそういうのがいいかな。一番はやっぱ面白い感じでいつもなんか素でいられるみたいな、そんな感じがいい。見た目可愛いのに強く言われたいです。例えば俺についてこいってくれたい。なんて言われたい。ベトナムの人になんて言われたい。シャンプーうまいねって言われたい。シャンプーうまいねって言われたい。そうだ、いいね。あとシャンパーうまいねって言われたら最高なんだけど。美容師目指してるんですよ。最初ふざけてて、最後にやっぱりちゃんと言ってくれる人がいいです。普通にストレートに好きだよみたいなのがいいです。まず何か書いてくれてるんですけれども、お、これはそんな人ね。違うよ、こんな感じなんですか。全然違うじゃない、でもハゲてる。髪型変えてなのにハゲてる。ハロー。はい、ではじゃん、カティさん、はい、はい、こちらお渡しします。え、理想の男性を描いてください。理想の男性、シャキーン、いや、しこの感じ。髪の毛は結構長い、ブルーヘア男子。なんか新聞売ってそう、外国で。新聞
王子様、ちょっとそのおじさま系かな、何この人、逆にジャニーズにいそう。せーの、じゃーん。髪の毛染めても全然 OK だし、何色でもいいの。洋服はちょっと女子っぽいんだけど、両方 OK、 中性的な、そう、かっこいい男っぽい洋服着ても OK だし、ちょっと女性っぽい洋服着てもおしゃれみたいな感じ。確かに上隠すと男の子で、下隠すとちょっと女の子に見えるかもしれないです。そう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 、人生が絶対楽しいな、こういう人がいたら。